かのギターを聴いていてですね、個人的感想とかじゃなくて、まあ、誰が聴いてもあお下手に聞こえてしまうよね、これだけは誰もが分かる、これをやらないための今日は作戦をね3ポイントくらいに分けてですね、意外とまあ知られてないかな、できるだけ弦を変えない、はい、こんにちは、ワートマンです。僕は国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、駆け込みギターラボといってですね、ギター専用のオンラインサロンなんかも運営しております。カメさんクラスという無料クラスの方では、今入会していただくだけで10本のレッスン動画がプレゼントになってますんで、ぜひチェックしてみてください。概要欄の方にリンク貼ってあります。はい、というわけでですね、今回はレッスン動画になりますが、まあ、誰かのギターを聴いていてですね、あ、これはちょっと、お下手に聞こえるよねっていう、それはなんか個人的感想とかじゃなくて、まあ、誰が聴いても、あ、お下手に聞こえてしまうよねっていう特色の中にですね、もうこれ多分一つしかないと思うんですけど、これだけは誰もがわかるっていうやつがあるんですけど、これをやらないための今日は作戦をね、皆さんにお伝えしたいと思いますが、まあ、まずは何をやると下手に聞こえるかっていうことなんですけど、これですね。はい、こうやってね、コードチェンジの時に、まあ、その前のコードの4拍目がもう半分以上ない。弾いてないみたいな。コードチェンジがゆっくりやるもんだから、4拍目がない。それとか、焦ってしまって、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツーって言って、もう小節の長さが変わってしまうっていう時もあるんですね。そう。これがやっぱりね、ちょっと辛く聞こえるかな。まあ、伸びるっていうのもあるよね。4拍目がね。1、2、3、4、1、2っていう時もあるよね。これがやっぱり一番お下手に聞こえるんじゃないかなと思います。ソロとかはさ、いっそもうみんな好みもあるし、影響を受けてるギタリストの違いもあったりするので、まあ、正直わからんという時があるけど、やっぱりその拍の長さだけはなんかちょっとお下手に聞こえるかなと思いますんで、これをですね、改善する方法を今日は3ポイントぐらいにですね、3ポイントくらいに分けてですね、ちょっとお話ししたいなと、で実践してみたいなと思います。これができるだけでかなりうまく聞こえるようになると思いますよ。はい、それではですね、まず簡単なところからいきたいと思いますけど、意外とまあ知られてないかなと思うことはですね、できるだけ弦を変えないっていう、特にですね、まあロックギターの場合、まあこうやってね、低音でのバッキングなんかしますよね、パワーコードでしますね。これをちょっと聞いててくださいね。こんな風にやる。これからちょっと G から B に行きたいと思います。行きますよ。まあ意外とスムーズには渡ったんですけども、こっちの方がいいかな。やってみたいと思います。はい、というわけでですね、6弦から5弦の方に移ったパターンは、まあ別に綺麗にこうスムーズにですね、できるだけなるようにしっかりと押さえてばギュッとずらしたんで、あんまりその変化がわからないかもしれませんけど、まず弦が細くなるじゃないですかね。でサウンドが軽くなるっていうのがあるね。それとやっぱりここでほんのちょっとなんだけど、スライドが入る。もう一回言うと、弦のサイズが変わらない。そして、スライドが入ることによって、こう、なんていうのか、ちょっとグルービーに聞こえるというか、勢いがあるというかね、勢いが出てくるというか。ということでですね、しっかりとコードからコードの継ぎ目がですね、うまいことつながり、そしてサウンドも大体均一化するので、この同じ弦でね、あえて滑らせて、弾くっていうのを取り入れるとかなりバッキングがスムーズになるので、ぜひ使ってみてください。はい、次はですね、まあ、純粋に意識しとくだけだし、これが一番難しいかもしれないんですけども、しっかりと4拍目を伸ばすということをね、練習していただきたいなと思います。でこれはコツというよりかは、もう本当に全力で左手を
チェンジするっていうことしかないんですけども、この練習をしておいた方がいいということですね。で、どんな練習かというと、例えば A から D ね、今 A から D を弾きましたが、簡単な話、薬指を曲げてるだけだったりしますね。例えば C マイナーから G マイナー、この2個が上がるだけ。まあ、こういう風に自分の行動を簡略化するっていうことももちろん大事なんですけど、簡略できない行動もやっぱりあるんですよ。じゃあどうやればいいか、もう全力で4拍目を伸ばすしかないんですね。4拍目はしっかりと伸ばす。で、一瞬でコードチェンジする。全然違うコードをですね、行ったり来たりするだけですが、これを4拍目を伸ばすっていうことを練習しておくとですね、非常に演奏の中で役に立ちます。やってみてください。では、実践やります。今回は Am7 と E7th Sharp 9th 地味変コードっていうのを行ったり来たりしましょうね。全然形違いますよね。いきます。1、2、3、4、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 1、2、3、4。というわけで、全力で伸ばしてください。そして、まあ、抑えにくいコード、あまり抑えたことがないコードなんかはですね、特にこの練習やっておくとコードチェンジが楽になるので、ぜひ取り入れてみてくださいね。はい、それではですね、まあこれちょっと究極になるんですけど、今日のこれはまあ本だっても言っても過言ではないんですが、この三つ目の方法、弦を滑らせていくっていうのをぜひやっていただきたいなと思います。どうしても全然違うコードで行ったり来たりすることは、まあ楽曲が難しくなればっていうか、上級者になっていくほどそういう機会が増えていくと思います。その時にですね、やっぱり難しいコードから難しいコードに行くからといって、手をいちいちこう離してしまっていては音が途切れてしまうわけですよね。なので滑らせる、できるだけ様々なものを滑らせるっていうのをやっていただきたいなと思います。というわけでですね、ちょっとサンプルをやってみたいなと思います。今回は F シャープマイナーセブンスから、こういう形からですね、 B マイナーというのをやってみたいと思います。いきますよ。1、2、3、4、1、2、3、4、1、まあこういう風に切れてしまうわけですね。これを切らないで済むために滑らせます。いきますよ。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。音が途切れて聞こえないですよね。こんな風に、まあ、滑らせて極限まで動く指を減らしているとも言えますし、できるだけスライドしてる時間も音は続けるということですね。これをすることによって結構楽曲がスムーズに、っていうかバッキングがスムーズに流れるようになると思います。なのでぜひこれ手に入れて、上級者だとあの人上手いじゃんと、プロなんじゃねって言われていただきたいなと思います。上手くなればなるほど、この部分を上手い人たちは聞いてますね。はい、というわけでですね、今回は4拍目をいかに伸ばすかというか、ね、拍の長さを保てるか、もしくは、コードのね、切れ目をいかにスムーズにするかっていう、かなり大人向けな上級者向けなレッスンになりました。というわけで、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひお待ちしております。それでは。
動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。